先輩。お疲れ様です。私は夏き講習の帰りなんで。先輩ははいはい。勉強偉いですねって褒めてほしいんですか <laughs> どっか入りま江市い,いいんですかうんあありがとうございます <laughs> 私が好きなジュースとか覚えてるんですね <laughs> その辺ありますか で、何ですかいきなり呼び出して。私に会いたかった。えいや、なんか、素直に認められたらられたらちっと。は <laughs> っ<キモ>。きも。ね、暑いですね。 え、なんか話があって呼び出したとかじゃないんですかまあまあって何なんか話してよかうん。 最後ですね。夏休みいいでしょう。私はまだあと一回あるんです。でももう先輩いなくなっちゃいますけどね。えー、寂しい。だって購買で誰にジュースを奢ってもらったらいいんですか今後。 <laughs> 先輩ぐらいしか私にジュース買ってくれないのに彼氏とかいないですよいたらこの状況やばいめ <laughs> いた。 いやなんか汗が入って <laughs> 先輩大学はどこ行くんですか県外なんだうんなんかやりたいことでもあるんですかああ言ってましたねそういえばそんなこと。 いやいやいや思い出しましたちゃんと話聞いてますそっかうん <laughs> 先輩も寂しいんですかええー 私のこと大好きなんですねやっぱり <laughs> って何ですか暑い中話してたのに五分ぐらい 育児なしこの後はもっと会えなくなるのに勉強とかで寂しいとか会いたいとか言うくせに先輩って何か革新的なこと言わないっていうか 言ってほしいことは言ってくれないですよね私いや、なんでもないわかりました ります熱中症になったらやばいし先輩も勉強しなきゃだしお疲れ様です何ですか泣いてるから引き止めたんですかはっきりしてくれないですか そうはっ,っきりしたこと言わないでいつも通り過ごしてる間に一緒にいれる時間ってどんどん減っちゃうんですよ思い出作りたいとかそういうのないんですかそれともやっぱ私のことなんてただの一後輩としか思ってないんですかだとしたらもうちょっと。 距離取ってくれないですか期待しちゃうんで。なんでわかんない。好きなんです。先輩のことずっと。だから、やっと告白してくれるのかなって思って。でも帰ろうとするし、マジで意味わかんない。何なんですか 謝るぐらいなら最初からやんないでください。はぁ、あ。もう帰ります。もう連絡も足りません。ありがとうございました。今まで。もう本当にブロックしといてもらっていいんで。嫌だ。待たないです。嫌です。何ですか 今 <laughs> なんで今告白するんですかベー <laughs> でしたってもっとタイミングあるでしょ。<laughs> 付き合いますけど。 バカ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 好き卒業 <laughs> するまでいろんなとこ連れてって思い出作ってください勉強の邪魔にならないぐらいでいいんで。 私との時間大事にしてください私のことも約束ですからね先輩大好きです